的だ。よくやった。いい走りだったぞ。これで明日のレースに向けた準備が整いました。しかしまずグリッドの最前列に誰が並んだのかを見ておきましょう。オーナードライバーフェルスタッペン、バルテリ・ボッタス。予選を終え、あとは決勝を待つばかりとなりました。明日のレースは完全生放送でお届けします。ご期待ください。今日は非常に見応えのあるレースでしたね。一言いいですか？今最大のライバルは誰ですか？どんな場合であれフロントグリッドを得られるに越したことはありませんよね。最近このチームの周辺が何かと騒がしいですね。どうお考えですか？どうも、以上です。よし、上々の予選結果だ。これならレースでも上を狙えるはずだ。F1 世界選手権を毎年開催してきたのはたった2カ国。そのうちの一つがここイギリスです。本日のグランプリで再びその歴史を更新することになります。ノーサンプトンシャーとバッキンガムシャーの州境にまたがるシルバーストンはまさに F1 の聖地。18のコーナーを持つ全長 5.9 キロのこのコースは改修を経て高速のアビーがターン1になり、素晴らしいレースが展開されるのは昔も今も変わりません。さあ決勝です。解説はアンソニー・デイビッドソン。タフなレースになりそうです。まもなくスタートが切られるわけですが、どのあたりに注目していますか？スタートは特に神経を使う場面です。まずはトラブルなくスタートしてほしいですね。コースにマシンが密集するので、レースの中で最大の難所の一つと言えるかもしれませんね。毎回事故にならないのはひとえにドライバーの驚異的なスキルのおかげです。スタート前に今日のレースのグリッドがどうなっているか確認しましょう。それがポールポジションのオーナードライバーです。横に並ぶのはマックス・フェルスタッペン。今日の残りのグリッドを見ていきましょう。ボッタス、ペレス、ルイス・ハミルトン、ノリス、ルクレール、サインツ、リカルド、ピエール・ガスリー、フェルナンド・アロンソ、ベッテル、角田裕毅、ストロール、ラッセル、ライコネン、アントニオ・ジョビナッツィ、そしてミック・シューマッハ、ラティフィ、マゼピン、デレトラーズ。最後尾グリッドはエステバン・オコン。さあいよいよ開始時刻、トラックの方へ移りましょう。
では DRS が使用できる。前のマシンとの差が1秒以内なら DRS ゾーンで使えるぞ。後方のチームメイトとのギャップは 17.1 秒。ファイナルラップだぞ。レース終了だ。パルクフェルメで会おう。
レッドブルが素晴らしい勝利を収めました。今回勝利をもぎ取れた理由は何でしょうか。今回のコースではドライバーの信頼性がずば抜けていましたね。白熱した場面でも冷静さを維持できていたため、他のドライバーのミスにつけ込み、順位を上げられるチャンスを確実につかめました。簡単にトップに立ちましたね。本日はレッドブルが首位をめぐって激しい戦いを繰り広げましたが、その成果が実った形です。彼らの努力を考えれば今回の勝利は喜ばしいですね。チャンピオンシップのリーダーはまだランキングトップを維持していますが、その差はやや狭まりました。さてドライバーオブザデーについてです。アンソニー、誰を選びますか。エステバン・オコンでしょう。今日の卓越したパフォーマンスには本当にうならされました。ではコンストラクターズチャンピオンシップがどうなったのかを見てみましょう。上位陣にとっては厳しい結果、差を縮められてしまいました。一方アストン・マーチンは今週末も健闘し、さらに順位を上げています。今日のようなレースが展開されるなら、今後誰がトップに躍り出ても不思議ではありません。次回のフォーミュラー1のレースもぜひお見逃しなく。